僕らホストっていうのはかっこいいが仕事なんで、内装がかっこいい方が従業員のモチベーションがもう間違いなく上がるんで、ここもそのかなりお金かかって、まあ、3億を超えたりしてますけど、やっぱりこうお金をかければいいってもんじゃなくて、センス、スタイリッシュで、で女の子はワクワクドキドキするような内装を作りたいっていうところで、こういう形に行き着きましたね。ユニバースは知名度もかなりついてきてますし、まあ、今その大阪ミナミで一番行きたいお店はネオニバースっていう声が一番多いっていうのを嬉しく思うなっていうところで、1ヶ月ね、だいたい平均したら300人で、申し訳ないんですけど断ってる人数も同じ300人ぐらいいるんですよ。溢れてますね。だから今知名度あることによって売り上げはかなり上げやすいんじゃないかなって思いますね。おはようございます。おはようございます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。幸三郎です。ネオニバースの、社長をやらせてもらってます。これからホスト始める子とか、まあ、僕のこと知らない子もまだ全然いてると思うんで、そういう人が一人でも見てもらって興味持ってもらったらいいなと思って。先日ネオニバースさんが、はい、120オーバーの拡大店をされたということで、はい、今回その新店を紹介していただきたいと思いまして、はい、お伝えさせていただきました。はい、お願いします。お願いします。いっぱい見せたいんで、あのまあ店内のイベントで映してもらったりとかもあるんですけど、まあ、ゆっくりでも紹介っていうのはしてなかったんで、今日はよろしくお願いします。じゃあ早速なんですが、はい、案内していただいてもよろしいでしょうか。はい、まあ、そうですね、わかりました。まず、まあ、一発目やっぱり最初こうエレベーター開いた瞬間、まあ、このエレベーター乗ってる時って女の子ってやっぱね、ドキドキしてると思うんですよ。どんな店なんやろみたいな、そのドキドキのままでエレベーターが開いた瞬間もさらにワクワクするみたいなをちょっとコンセプトにと言いますか、まあ、上見てもらうと分かるんですけど、ミラーボールがあったりとか、もう一発目にテンション上がるようなっていうところをイメージして作った感じですね。ここのエントランスがめちゃくちゃ綺麗ですね。ああ、ちょっとドキドキしますよね。はい、で、そしてこのドキドキから始まりながら、でこのまま行くんじゃなく、このドアを開けるというね、この作業がまたいいんですよ。自分でこう探検してて、なんかドア開けていくってなんかいいじゃないですか。で、ここがキャッシャーですね。初回あたりとか、まあ、ここで男前を選んでもらって、っていうところですね。受付であったりとか、済まして、こっちですね。これホール。これはホールに向かう、まあ、扉なんですけど。開けますよ。はい。手をかざせば。うわぁ。これなんですよね。めちゃくちゃかっこいいですね。はい、でここも普通も開いてるんじゃなくて、これを開けるで開いた瞬間、これこれめちゃくちゃテンション上がります、ね。はい、これはもうめちゃくちゃテンション上がります。ホールに行くまでにどんだけワクワクさせれるかっていう、まあ、全部 LED で、まあ、ここの LED も変えれるんですよ。お、まあ、こんな感じでいろいろ変えれるんですよね。お、なんや、俺こんなん初めて見たの。あ、これかっこいいないですか。動いていく感じ、めちゃくちゃかっこいいです、ね。これかっこいいですよ。まあ、ってな感じですね。ではどうぞ。はい、まあ、この通路をくぐり抜けますと、はい、はい、で、こっちが通路なんですけども、ドーンっていうっていうですね。これはメインホールです。おー、めちゃくちゃかっこいいですね。はい、歩いてホールに行く一発目がやっぱここなんで、ここにメインとなる、これなんて説明したかちょっと難しいんですけど、いやでもわ、はい、かります。宇宙船みたいな。まあそうですね。まあだからやっぱりコンセプトは宇宙と言いますか、そういうところがあるんで、メインオブジェと言いますか、一発目に目に入ってくるんで、そこのインパクトっていうところを大事にしてる感じですね。でここも最初普通の鏡やったんですけど、銅板なんですけど、はい、これもめちゃくちゃ高くて、これ1枚だけでも、まあ、100万超える感じで、あ、そうなん、はい、だからやっぱりその最初に入るところのかっこよさっていうのはかなり大事にしてます、はい、これが普通の鏡なのか、普通のこの銅板なのかって全然これ違うんですよ。めっちゃ変わるんですよね、印象が。メインホールもめちゃくちゃ広いですね。そうですね、まあ、この奥がこの A 席っていう風になるんですけど、はい、であそこに、まあ、ステージがあったり、はい、であそこでタワーしたりコメントしたり歌ったりみたいな、まあ、ああいうステージですね。でこれ段差があるんですよね。
お階段になってるんですけど、こう降りていくんですよね。まあ、なんか段差ってワクワクしません？店舗のその内装的に天井の高さがあったんで、うん、なんかこれ面白いことできそうやなっていうので、まあ、わざと段差を作って内装作ったって感じですね、うん、はい、でこっちが B ですね。 A、B、C に分かれてるんですけど、まあ、宇宙にいるっていう感じになってるんですね。すごいですね。まあそこの映像もいろいろ変えれるんですけど、うん、クラブから地球が見えるんですね。そうなんですよ。わけわからんでしょう。おっそユニバースは知名度もかなりついてきてますし、まあ、今その大阪ミナミで一番行きたいお店はネオユニバースっていう声が一番多いっていうのを嬉しく思うなっていうところで、知名度あることによって、売り上げはかなり上げやすいんじゃないかなって思いますね。うちのお店は今一番チャンスじゃないですか。箱が変わりたてで人数がまあね、これからどんどん倍増していく中で、まあ、ちょっとでもね、入るタイミングって早い方がいいと思うんですよ。だからホストしたいなって思ってる子とかはやっぱり今のその一歩踏み出す勇気を持ってくれたら、そうじゃない人生は変わんないんで、人生変えたいならマジで、まあ、行動力で、ここ DJ ブースですね。でここで結構そのいろんなね、まあ、これも全部色変えれるんで、このまあ何色にでもできるっていう、シャンパンコールであったりとか演出するときにいろんな色をできるんで、まあ、それを目立たせるためにも、まあ、周りの色はしっくりみたいな感じで作ってますね。またこれ上がって、ここが B なんですけど、こう階段上がると C ですね。 C 席、階段、先も言ったんですけど、階段登るとワクワクすると言いますか、アトラクションじゃないですけど、自分でこうやることで動くとか、なんか人間ってそういうのでワクワクドキドキしたりするじゃないですか。なんかそういうところを意識して、わざと段差作ったりはしてますね。段差もあるんですか？まあ、なかなかないと思うんですよね。だから A と B と C で、まあ、段がある分お客様同士の目線を見にくくしたりっていう風になってるんで、まあ、プレイヤーも働きやすいようにっていうところをイメージしてやってます。ソファーの形もすごい。あ、そうですね。これね、ちょっと普通のソファーより深いと言いますか、ここがちょっと気持ち長くしてるんですよ。ちょっとしたことなんですけど、なんか座りやすいんですよね。これ結構何個もいろんなソファーを試してこれにしましたね。まあサッシとかも。ユニバースマガジン。ユニバースマガジン。ナンバーに乗った方が。そうなんですよ。この表紙が売上ナンバーワンです。裏が指名ナンバーワンいう感じですね。中は非公開で来てみてください。ただ結構面白いです。おいっていう感じで、はい、そこはもうゆっくりは見せれないんですけど、まあ来てみてください。これ持って帰ってもらっても全然構わないんで、集めてくださいこれ、はい、結構こだわってるんで。で、あとメニューとかを QR を読み取ってもらって、ここで頼むっていう形になってるんですよ。で読み取るとこういうのが出てくるんで、でこれね、スマートですね。そうなんですよ。だから、まあ、ドリンク頼む時とかって、僕ら今まで、まあ、書いて運営スタッフに取りに来てもらってっていう、すごい取りに来る持っていくっていうこの作業が、まあ、これがあることによって、ピッ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 て向こうその厨房でスタンバイしてる専門のスタッフが いるんで、もうすぐ用意してすぐ来るんで、もう来たみたいな、まあ、こういうのを導入させてもらったりとか、まあ、いろいろ考えてやってますね。もちろん男前がめちゃめちゃ多くて、来てもらったお客様の満足度っていうのはめちゃくちゃ高いと思います。で、そのかっこいいコーラがヘルプもしてくれますし、サポートするメンバーも充実してるんで、働きやすいかなと思います。僕は今までずっとプレイヤーしてた時は関西で一番かっこいいっていうのを、まあ、ちょっと背負って、まあ、身だしなみであったりとか振る舞いであったりとか意識してたので、で今後、まあ、ネオニバースで入ってくれる従業員の方が、まあ、僕がプロデュースをしていって、まあ、誰よりもかっこよく磨いてセンスっていうところも、指導していけるかなっていうのもあるんで、ネオニバースに入ってくれた男の子は、僕が責任持ってかっこよくしますね。トイレもお客様用トイレが2つの動線に分かれてるんですよ。失礼します。あ、全部鏡張りの。まあ、そうですね、まあ、普通よりかは普通じゃない方がホストクラブなんで面白いかなっていうことで、ここ見といてもらっていいですか？なんか丸いのあるでしょ？はい。ここだったの。今入ったんですけど、トイレに入ったらこのランプがつくんですよ。もう一個入ったらこれ両方ランプつくんですよ。こっちのランプが
こっちのトイレだと。で、待っとくみたいな時間がなくなります。ちょっとしたことなんですけど、まあ、これだけですごいラグがなくなるんで。次は、じゃあこっち行きますか。はい、まだあるんですか。まだあります。あ、ほんじゃあこっちのトイレ紹介しましょうか。見てください、 HH トイレです。あ、めっちゃ透けてます、ね、透けてるんですよ。これはその、まあ、ちょっと入りますね。このままだと最悪ですね。こういうことなんですね。おー、閉めるとこれはスモークがかかるという。こっちのトイレはちょっと普通にもともと見えないようになってるんですけど、女の子もやっぱこういうの好きなんですかね。めっちゃこういうことなんですよ。すごいっていう声が多いんで、こっちもこれにしようかなとか思ったりとか考えてます。変わったことしたいなっていうのは根本にあるのと、お金をかければいいってもんじゃなくてセンス、そこは大事だと思うんですよ。次こっちの方ですね。ここが、まあ、VIP っていうわけではないんですけど、はい、どうぞどうぞ。おお、ドームみたいな、ね、これドーム部屋なんですよね。今こういう映像流れてるんですけど、はい、まあ、ここの映像も何でも流せるっていう、こういうホスがないじゃないですか。ないですね。はい、でもやっぱりこのプラネタリウムですか。そうそう、これがやっぱりいいですよね。プラネタリウムのあるホストクラブ。あ、でもそれいいですね。プラネタリウムのあるホストクラブ、ちょっといいですね。ちょっともらいます。なんかどっかで使おうかな。おい、なんやそれってなるんですよ。